今日の下着はこんな感じです。赤色のね下着になっていて、結構ね花柄はたくさんあるんですけど、ちょっと清楚っぽいデザインかなって思います。では下も紹介していきます。下はこんな感じです。下もね同じようなデザインでシンプルめになってます。では制服に着替えていきたいと思います。今日はこちらの赤い制服に着替えてみました。いかがでしたか？この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。 Twitter や Instagram、SNS も頑張っているので、よかったら見てみてください。今日もありがとうございます。ゆりでした。